Gの遺伝子を受け継ぐ者たち。ガイア一期生、かつて長代千草の後継者と呼ばれた。現仙台ガールズ代表にして WWE NXT UK 女子王者、里村芽衣子。15歳から10年間っていうのはもう人間が作られる時期だと思うんですよね。その時期に私はガイアジャパンに入って、本当に心から良かったなって思います。ガイア一期生、歴代最多シングルタッグ合わせ 3AW 王座を6度体感、長島千佳よ。今思うと楽しかった。練習はすごい辛かったですけど、みんなでの時間とかがすごく楽しくて、あれはいい経験したなって思いますね。旗揚げ当時はガイアのナンバー2として、後期はハードコアクイーンとして活躍。カオル、人生の全てがガイアでした。団体とは、信頼関係とは、で私の役割は何かなっていう、とにかく学んだ10年間でしたね。ガイア3期生、女子プロ界随一のパフォーマー、広田さくら。解散するよってなった時っていうのも、毎日がものすごい展開というか、もう必死だったんですよね。毎日、毎試合もそうだし、だから9年間の記憶っていうのがあんまなくて。ガイア一期生、かつての技巧派が一夜限り蘇る。植松俊恵。私たちはマノプロレスっていうものがあったと思うんです。長代千草の教えっていうことで。ガイアの総大将、大いなる母、長代千草。ガイアジャパンはですね、壮大な映画だったような気がします。ガイアジャパンの歴史を作った者たちが再びガイアイズムのリングで相まみえる。そこにあるのは郷愁か、はたまた新たな物語の息吹か。しんみりはしたくないし、楽しいだけじゃ終わりたくないし、私今世界で戦ってるので、なんかね、この自信を早く皆さんにお見せしたいです。なんだ、引退した選手が戻ってきやがってって、最初の印象と試合見終わった時の印象が180度変わるぐらいの自信はありますので、はい、それを見せようかなと。いかに怪我をしないでリングに上がり、みんな懐かしさを思い出してもらって、怪我をしないようにリングを降りる、ただそれだけです。あ、私一人ですね、フリーだと出るので。いや、私も伊達にやってきてないよっていうところは見せたいと思います。誰が果たしてリーダーで軍配をこうやって振るんだろうっていうのは見て楽しんでいただければ、その時に見て楽しんでいただければいいかなという気はしますね。役者は揃った。ガイアとは何か、伝説の幕が上がる。